京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区について、国際戦略総合特別区域に指定する、内閣総理大臣、野田佳彦。政府が新成長戦略の実現に向けて、政策課題を解決する突破口と位置づける、総合特区制度。1月18日。 先駆的な取り組みを行う特区として指定された33区域の団体へ、指定書の授与式が行われました単なる規制だけではなくて、税制、財政、金融、さまざまな政策メニューを駆使してです、ね、魅力ある地域を作ってもらうための制度でございますその魅力を生み出すための総合特区は2種類。 経済成長の原動力となる産業や機能を集めた国際戦略総合特区例えば先ほど指定書の授与を受けたこの特区はグローバル企業による革新的な医薬品などの開発や健康関連産業の創出を目指しますもう一つは観光や文化など地域資源を生かした活性化の取り組みを行う地域活性化総合特区 例えば森林総合産業特区では木材の生産管理の効率化とともに木屑などから木質バイオマスエネルギーを生み出す取り組みなどを行っていきます。総合特区はすべてのプロジェクトが実施をされた場合には5年後に経済波及強化が9兆円と雇用創出効果が37万人という資産が出ております。そして。 今回選定証の授与が行われたもう一つの新しい取り組みこの構想は総合特区制度とは異なり環境問題と超高齢化社会の2つに対応する取り組みです電子機器からレアメタルを回収するリサイクルや医療・介護の強化などに人や資金などを集中投入 大都市や南相馬市など、被災地域6地域も、東日本大震災の復興モデルとして選ばれました狭い日本でありますけれども、元気な地域がどんどん出てくるという、百花繚乱のですねそういうですね元気な日本を作るために、それが日本再生のですね起爆剤になることを強く期待をしながら私の挨拶に変えたいいと思いますいよいよこれから。 総合特区と環境未来都市はそれぞれ具体的な計画を策定。国の特別な後押しを得ながら町づくりを行い、その成功事例をモデルとして他の地域に普及させていきます。